葉梨法務大臣が昨夜の会合で法務大臣の仕事について死刑の犯行を押すときだけニュースになる地味な役職などと発言したことをめぐり松野官房長官は葉梨大臣に対し軽率な言動がないようにしてほしいと厳重注意しました。発言がああったことは事実でありますあの法務務省の職務を軽んじるような 印象を与えたとすればあの率直にお詫びを申し上げるということをお伝えをいたしまして総理官邸で松野官房長官と面会し厳重注意を受けた原氏大臣は言動には慎重を期しながらしっかりと職責を全うしていきたいと述べ辞任を否定しましたまた自身の発言については当初撤回しない考えを示していましたが この後出席した参議院法務委員会でお詫びするとともに撤回すると述べ方針を転換しました。